はい、こんにちは、かごたすです。ご視聴ありがとうございます。本日もお昼のトークやっていきます。よろしくお願いいたします。まず冒頭ですね、すみません、一個お詫びがございまして、昨日の夕方ぐらいにアップしておりました、南イベの、スキップチケットを使った動画の中で、冒頭にですね、1日あたり150回っていう風な言い方をしてしまっておりましたけども、本日、今もう朝ですが、これね、スキップチケット今使えない状態になってますんで、このイベントを通して150回使いますということでした。申し訳ございませんでした。はい。で、昨日ね、動画の中で、コメントの方もね、たくさんいただいておりましたけども、やっぱり、このスキップチケットもそうですし、あとやっぱりね、行動力回復ボール。はい。行動力回復ボール自体はね、以前からも使えたので、でもやっぱり、あれがね、どんだけ使えるかっていうところがすごいポイントだと思うんですよね。だそうすると、やっぱりいずれにしてもアイテムがないと、なかなか上位には食い込めないんだろうなというところはありますよね。はい。昨日も、夕方ぐらいに、スキップチケット150枚、ね、ブーストタイム中にね、全部使いました。はい。で、行動力回復ボールも相当数使いました。はい。ですが、その後も、時間あるときはね、少し、マルチで入るようにしてやってはいるんですけどもね。こんなもんかと。はい、いう感じです。あとは、イベント系ね、その他もいくつかありますけども、これね。これは結構あっさりと終わりましたんでね、たもつくん、技剥がし券、この辺はありがたくいただいておりますけども、なんかもうこの松山くんのイラストがね、バナーに登場しすぎていて、すごい手抜き感が半端ねえな、みたいな。ここにもいます。はい。なんかこの辺の工夫も足んないなった。工夫が必要なところではもちろんないですけどね。なんかでも、他にもね、イラストあるでしょうと思ったんだけど、はい。ちょっとすごい細かいところですけども、すごい気になっちゃいましたというところです。はい。あとはですね、どうですか皆さん。これがね、1日1回なので、で、3つありましたからね、シナリオ自体が。欧州、南米、日本ですかね。はい。なんで、2日目、今日2日目なので、上から順番にやっていってますけどもね。はい。で、あとは、自分の、持ちキャラによってね、どれを集中的にもらっていくかというところかなと思いますね。日本パの人は日本のやつ。で、自分はね、欧州もいれば、今南米もちょいちょいいますんでね、上2つあたりをちょっとやっていこうかなと思っております。はい。であとコインね。コイン、そこまであれなのかな。毎日ね、コイン、葵くんのデイリーのやつの、今1日10回までできますけども、ああいったところやっていけばね、そこまでコイン不足、最近はしなくなってるんじゃないかなとは思うんですけども、はい。なんでこれコインなのか。もうちょっとね、アイテムいろいろとあってもいいんじゃないかなっていうところはありますし、ログインボーナス、たもつくんが期間中で1個でしたね。4日目ということで、はい。もうちょっと配ってほしいな。はい。ただ一応ね、夢玉は1日5個ずつは配っては、くれるので、35個 ?7 日間ありますんでね。はい。っていうところ。で、イベントミッションでも、たもつくもらえますよというところ。あとね、技剥がし券は、最近個人的にはだいぶやっぱ消費してます。やっぱ凸の関係で、技をね、移植をしてから、合成するという形で、やってる方も多いと思うんですよね。で特にやっぱ過去キャラで、もう潜在覚醒もちろんして、で、技もね、結構こう、フルフルに積んだ状態のキャラクターを潰すケースっていうのも、やっぱりあると思うんですよね。で、自分もそうなんですけども、やっぱそうすると、せっかく育成した技は、とりあえず、まあ、よほどじゃないとね、本当に汎用系のやつでもう嫌ってやつは、技剥がし券使うほどでもないかなっていうのもありますけども、ただ、やっぱりね、キャラクターごとに、限られちゃう部分もあるんで、技剥がし券がね、本当に消費量は今激しいっす。今ね、ここ1ヶ月半で2、30使ってますね。はい。そろそろ足りないっす。はい。というところですね。で、あとは、そう、小僧さんもね、朝言ってましたけども、ショップのね、技ですよね。これ、ねえ、いろいろと、ほんと、結構限定的なね、キャラクターについているような技ですよね。小林くんの昨年の、周年の時についていた SGGK キャッチの40周年版とか、はい、テクニカルクロス。で、翼くんとドリームコンビでね、サンタナの引きもこれ結構ね、いいですし、ね、アルゼンチンコミラクルも、はい。で、超新星ブロック、トリコロールコンビネーション、ダブルクイックセービング。でね、今日からフェス始まりますけども、神の手、まあ、この辺もね、いいっすよねってやっぱなっちゃいますね。ヨドリフェスか。うん。だからここら辺の選手っていうのは今後出てくる系のやつなのかな。ね。そっか。まあ、最近出てきてる選手とかと、今後出てくる選手あたりがもしかしたらピックアップされてるのかもしれないですね。はい。そんな感じですね。まあ、昨日もね、スキップチケットを使った動画でもお話ししてますけども、まあ、LINE イベの方がね、あんな感じなので、どうなんでしょうか。まあ思ったよりもゴールデンウィーク忙しくなさそうかな、このゲームに関しては。はい。で、もちろん、もうね、上位の方ね、すごい目指す方っていうのは、ある程度ね、常にやっているような状態になると思うんですけども、自分はもう、ほどよく、まあ、ね、140、150万ポイントまでもうすでにいっちゃってますからね。あとは報酬ですよね。報酬が、こっちで見ないためか。報酬が、ランキング報酬ね。これかっこいいんだよな、翼。はい。あとね、やっぱこう、フォーメーションがね、今回初めて出てくるやつなんで、この辺はやっぱ欲しいですし、ストリートドリブル。これもね、結構貴重ですよね。あと、インビジブルパス。はい。この辺は一通りやっぱ欲しいから、2500位はまず、フォーメーションまではね、欲しいですよね。で、まあ、この技はとりあえずあれか、1万入ればいいから、まあ割とその辺は手に入りやすいのかな。はい。というところなんで、まあちょっとね、せっかくなんで、それなりのやつは欲しいなと思いますけどもね。はい。で、達報酬はね、もう、今回みたいな、そのブーストタイム中の、しかも3倍消費してね、できたりしますから、そこを使えば、ね、これ10万ポイントってのはもうあっという間にね、今までだとなかなかね、やっておかないと大変でしたけども、本当に一瞬で終わっちゃいましたからね。なんか、そうすると、この辺をね、やっぱりもうちょっと、報酬は、見直ししてくれてもいいんじゃないかな。やっぱ、たもつくんがね、どっかでいてくれてもいいんじゃないかなと思ったりはしますけどもね。はい。なんで、この辺もね、どんどん、システム的なアップデートを繰り返してね、いかにそのガチャ引かせるか、アイテム買わせるか、ね、そういったところにばっかり力入れるんじゃなくってね、もうちょっとやっぱユーザーさんが喜ぶようなね、たもつくん配る、技剥がし券もっと配る。そういったところをね、やっぱりやっていってくれないと、イベントの参加率っていうのは、ちょっとね、繰り返し言ってますけども、やっぱりユーザーさんが盛り上がれば、おのずと売り上げって上がると思うんですよね。そうじゃなくて、売り上げのところばっかり見てるから、ユーザーさんがついてこなくなっちゃう。だからそこのやっぱ順番ですよね。よく言いますよね。卵が先か、鶏が先かってね、ありますけども、まさにそういうところで、やっぱ考え方だと思うんですよね。変な話ね、売り上げって、こう今、あまり良くないと思うんですけどもね、そこのタイミングで、まあ、悪いうちに、こう、やっぱりいろいろと変えていって、ちょっと時間かかるかもしれないけども、そこでね、改善していけば、またユーザーさん喜んで、やっぱり元々が面白いゲームですしね、キャプテン翼という大人気コンテンツではありますんで、ね、やっぱ長くやっていきたいと思いますしね。で、NEXT DREAMという、はい、本当これがキラーコンテンツだと思うんですよね。ここでしか、ね、純粋な、その原作の続きが見れないってなると、はい、このゲーム、少なからずやっぱりインストールして、ね、毎月毎月の更新を楽しみにしている方ってのは非常に多いと思いますんで、ただね、物語を、見るだけの、ね、アプリじゃなくって、まあ、それにプラスして、やっぱ、楽しめるようなね、アプリ作りをしていただきたいな、というふうに、心から願っておりますと。はい。まあ、なんか最後ね、なんでこんなこと言ってるのかよくわかんないですけども、はい。というところでね、まあ、いずれにしても今日はディアスくんデーですね、これね。欲しいんすよね。やっぱりキャラ、好きなんだよな。でもね、デッキにはまるかっていうところですよね。今は、これやってるけども、ディアスくん。まあ、相手キーパーによってはね、マーカス外して、トップに入れるっていうのもね、ありだろうし、中盤ができるから、難しいね。自分はね、やっぱこう、結構やっぱ攻撃的な選手がこうね、好きは好きなんですよ。例えば、こんなんやって、ディアスくんサイド？そういう使い方もまあありかな。ね、ナトゥレーザーはナトゥレーザーで使いたいし。で、ナトゥレーザー使うとね、サンターナ使わないとっていうのもあるんでね、ちょっとこのサンターナ、もちろんね、初段とかすごい強いんで、点は取れるキャラではあるんですけどね。はい。このね、コンビネーション翼とかってあるんでね、この辺が翼くんいないと乗らないから、というのがありますけどもね。はい。というところでございます。以上ね、本日は終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。